それでは2023年度の線形代数1の授業を始めたいと思います。この授業を担当します筑波大学数理物質系数学域の照井です。よろしくお願いいたします。まず教科書と参考書ですけれども、まず教科書はですね、筑波大学の先生方が執筆されました明解線形代数という本を使いますので各自ご用意ください。それから参考書としましては、同じくこの筑波大学の理工学群で工学系の学類向けに開催されている授業科目の線形代数1というのがありますけど、そちらのシラバスに参考書がいろいろ出ておりますので、そちらも参考にしていただくとよろしいかと思います。で、この線形代数1の授業の履修範囲ですけれども、教科書の第1章数ベクトルと行列から第4章行列式の発展までを扱います。それではですね、まず教科書に入る前にその線形代数とはっていう話をちょっと始めたいと思うんですけれども、多分皆さんこの授業を受けるほとんどの方々はこの線形代数っていう言葉も初めて聞く人が多いのではないかと思います。で、特にですね、そのなぜ学ぶかという、何を学ぶかということはやはりこれから皆さん大学でこう数学を学んでいく上でその勉強のモチベーションをこう作る上でも大事ではないかと思うので、ちょっとその辺の話を今日は先にしていこうかなというふうに思います。で、まず線形代数をなぜ学ぶかっていう話なんですけれども、まずですね、皆さん、あまりそうですね、知っている人はまだ少ないかもしれませんけれども、線形代数というのは現在ですね、科学や工学のほとんどの分野で活用されています。どのぐらい活用されているかというと、今日天気予報を見てから大学に来た人ってどのぐらいいますか？はい、その方々はですね、すでに線形代数を使っていることなんですね。気象予報には線形代数が今使われているんです。というふうに線形代数を使った技術に触れずにこの、日常を過ごすというのはほぼ不可能だろうというところまで来ております。例えば携帯電話ですね、携帯電話の技術にも線形代数を使った技術がたくさん使われております。ということで、理工学の分野ではいろいろ使われているので、道具の仕組みを理解することっていうのが、道具を使いこなす上では重要だと思うんですね。で、ということがまずありますね。それからと3つ目として、線形代数っていうのは数学 の, 理論的な枠組みを学ぶ、手頃な題材の一つであるというのもあります。数学というのはその理論の積み上げ方がやっぱり独特な面がありまして、その独特な面があるゆえに現在の理工学のこう基礎として我々地球の人々に信頼されて使われているという面もありますけれども、その独特な面というのを理解するというのも、大学 の,、数学の学びの上では大事な要素だと思いますので、そういった、数学の理論的な枠組みや考え方を学ぶという意味でも線形代数は、手ごろな題材かなというふうに言えると思います。とは言ってもですね、皆さんこれから具体的にその科学類や地球学類でそれぞれの分野に進んで勉強していくわけで、じゃあその皆さんがこれから専門を勉強していく中でどんなふうに線形代数が大事かっていうのをちょっとやっぱり知っといてもらって、知っといた方がいいかなと思ってですね、科学類と地球学類の先生に聞いてみました、実際に。で、具体的に何を聞いたかというと以下の3つです。まず、科学や地球科学で線形代数が関連する分野で、2つ目は、科学類や地球学類の学生皆さんに線形代数に関して臨むこと、で、3つ目はその科学類や地球学類の、で線形代数と直接関連がある授業科目っていうのをちょっと挙げてもらいました。で、まず科学で線形代数が関連する分野として挙げられたのが量子科学です。で、ここから先は僕の専門ではないので、ほぼその相手の先生が送ってくださった文章をそのまま読み上げる形になると思うんですけれども、皆さんそれぞれに応じてちょっと解読してください。この量子科学っていうのはその分子 の, その電子状態をですね、この量子力学的に計算や理解する分野ということで、まずほとんどの計算ではその波動関数の解をその構成分子の波動関数の線形結合で近似していますと。それから近似解を求めるのは基本的に行列の対角化ですと。
それから、また外部接合、光による状態遷移の、有無ですね、選択則は始まりの状態、終わりの状態や接合の対称性で判断しています。こういう話だそうです。であと、分子の固有振動を質点の転生振動の解離として理解しています。それから反応速度論で複数の成分の時間発展を検討する際に、線形の連立微分方程式を扱う可能性があります。ここでも線形代数が出てくるんですね。それからあと 分子や結晶の対称性を理解するときに、群論の処方を用いますと。これもちょっと線形代数と関連があります。ということで、化学類の学生の皆さんに線形代数に関して臨むこととして挙げられたのが、まず規定や線形独立性などのイメージを持つこと。それから、行列や行列式の基本的な性質を知っていること。あと、正時連立一時方程式が解けることというふうに挙げていただきました。であと、化学類で線形代数と直接関連がある重要科目として、物理化学2、これは主として量子化学、それから物理化学の3、分子分光学が挙げられております。以上が化学類の話ですね。で次に地球科学からいきますけれども、まず気象学、これ大気化学ですけれども、天気予報にも使われている気象予報の方程式は、流体力学のナビエ・ストークスの運動方程式をベースとしているので、テンソルかベクトルで方程式が記載されます。ここは線形代数ですね。なので、ベクトル解析は割と使います。それから、気象予報のための最適な初期値、誤差を最小にするための最適な初期値を求めるために、変分法やカルマンフィルターなどを使うので、ここでも行列計算が使われます。ということです。あと、もう一つ、行動地質学のですね。地球科学ではデータからモデルを推定する逆解析がよく用いられます。モデルパラメータ数もデータ数も膨大なため、線形代数の知識が必要不可欠になります。次に、面に作用する力は3成分あるため、連続体を考える場合はテンソルが使われます。応力テンソルとか歪みテンソルとか言われるものですが、これらは2回のテンソルなので行列として考えることができます。でこれらの テンソルもしくは行列は対称なので、固有値が実数になり、物理的な意味を持つことも重要だったりします。と挙げられております。あとは、さらに、フィルター等を時間軸のまま適用する場合、畳み込み積分を行列演算として行うケースもあります。それから、特異値分解を使ってデータやシミュレーション結果を分析している研究もありますと。こういうことを挙げておられます。で、地球学類でその線形代数と直接関連がある重要科目として挙げていただいたのが、こういった科目なんですが、地球気象数学物理学、大気力学、気象学、地球変動資源科学 B、地球変動科学 B といったような重要科目を挙げておられました。ということで、まず地球科学類と地球学類の先生にですね、直接伺いましたので、ちょっと参考にしてもらえればというふうに思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。で次にですね、その道具の仕組みを理解するという点からちょっと説明をしたいと思います。とこれはですね、道具の使い方を知るっていうことは、道具を使うために必要なんですけれども、と思うんですけれども、加えて、その道具の仕組みを知っておくと、その道具を正しく使うこなす上で、有用だと。もしくは場合によっては必要だということは、多分皆さんもなんか知ってる場面があるかもしれません。例えば皆さんほとんどの人は自転車に乗ると思うんですけれども、その例えば自転車を運転していたらこう急にタイヤがガタガタ言い出したっていうことになると、これはタイヤが空気が抜けているから、もしくはタイヤがパンクしたんじゃないかっていうふうにこう類推すると思いますし、あとはなんかペダルがここで急にペダルが空転したらなんかチェーンが外れたか切れたかなっていうふうに思う、皆さん思うんじゃないかと思います。それからなんかブレーキが効かないっていった時に、その例えばハンドルのブレーキレバーが壊れたんだろうかとか、あるいはブレーキのワイヤーが切れたんだろうかとか、他の原因もありますけど、なんかそういうふうにこう類推することってある程度皆さんやるんじゃないかと思うんですけれども、これっていうのはなんでそういう類推ができるかっていうと、皆さんが自転車の仕組みをある程度知ってるからと思うんですよね。どんなふうに自転車が動くか、どんなふうに止まるかっていう、その構造をある程度皆さんが理解してるから、自転車の不具合が起きたときに、これが原因なんじゃないかっていうことで、すぐ察しがつくと。そういう意味で、自転車を作らなくてもいいんだけども、自転車の仕組みを知っておくと役に立つという一例ではないかというふうに思います。
で、まあ、これをですね、線形代数の話に当てはめると、今ではですね、線形代数の計算というのは大抵そのコンピューター、ソフトウェアを使って行うわけですので、その、まあ、自分が知らなくても計算はコンピューターがやってくれるはずなんですね。だけれども、その仮にですね、その自分が解こうとしている問題を正しく計算できるかっていうことを調べたいときですとか、何か思った通りの計算ができてないなっていうときに、そのやっぱり線形代数の知識があるとないとでは、それに対する対応の仕方というのはだいぶ変わってくると思うんですよね。で、例えばその問題の形や性質から答えの性質がある程度、まあ、類推されている、類推こんなふうな答えが出るはずだということは線形代数の知識から分かっていれば、コンピューターのプログラムを動かして同じような答えが出ないときに、うん、これはなんかどっか間違ってんじゃないのかな、もしかしたらプログラムにバグがあるかもしれないし、あるいはその理論に間違いがあるかもしれないし、あるいは自分で入力した数値に間違いがあるかもしれないっていうふうにこう気づくわけですよね。で、あとは例えばプログラムが出した答えが妥当かどうか検証できるっていうことにもつながるんではないかと思います。だからそういう意味で線形代数をユーザーとして使う上でも線形代数の仕組みを知っているってことは大事だっていうことを強調しておきたいと思います。あともう一つはですね、これは数学の魅力の一つかと思うんですけれども。その数学の、まあ、修理や改造に物理的な部品や工具はいらないってちょっと変な言い方かもしれませんけれども、例えば自転車の点検修理っていうのには、まあ、専門的知識ですね、それと物理的な部品と工具が必要でしょう。これはまあ皆さん分かると思います。で、しかし数学でですね、何か間違った計算を直すとか、あるいはそのこの問題に適用するような新しい理論を作ろうと思うと、まあ、専門的知識は必要ですけど、別に物理的に新たな道具を必要ってわけではないんですね。皆さんの頭で新しい道具を作れると。そういう意味でにおいては、その自転車に翼をつけてその空を飛ぶっていうのはなかなか現実的ではないかもしれませんけれども、まあ、数学ならその、まあ、頭があれば新しいアイデアでいわゆる翼をつけて空を飛ぶってことは可能かもしれない。でまあ、数学 の、 その、まあ、有用な面の一つというのはこういうところにもあるのではないかというふうに個人的には思っております。